さあ、英単語の時間がやってまいりました。本日478回目の今日の表現は、パブリシティ。さあ、皆さん、意味はどうでしょう。評判、もしくは、注目、ということでよろしかったかと思います。さあ、問題は、なぜこのパブリシティが評判、もしくは注目という意味になるのか。そのヒントは、スペルですよね。つまり、綴りにございます。さあ、皆さん、パブリシティをよくご覧になっていただきますと、もうお気づきですよね。形容詞のパブリック。公のという意味が隠れていますよね。ですから、公にする、そう、皆さんに知れ渡るということですから、それは評判になったり、注目を浴びたりというところで、皆さんつなげることは難しくないかと思います。そして、さ、パブリックが出てきましたので、ここの右側書いてみました。さ、パート5、熟語の問題なので、皆さんここに前置詞入れてくださいと言われる可能性はありますので、念のため確認でございます。パブリックの左側につなげる前置詞は、これですよね。in public。もちろん、公というところからいけるかと思いますが、公然と。もしくは、人の目の前でと、まあ、人前で何かを喋ったりというところから、インパブリック、公然とというところにつなげていただいてもよろしいかと思います。ですので、パブリシティ、評判、注目と合わせて、インパブリック、公然と、合わせて押さえていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。で、ちなみに、パブリシティですが、こちら ETS が制作しました公式問題集ピンクの4。テスト2のパート5、回答冊子139ページにも掲載されておりますので、参考になさってください。そして我々はですね、皆様の TOEIC のスコアップ、こちらにつながりでですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。